さて出発お願いします。はい、皆さんこんにちは。今日はあの若いの連れてドライブです。ドライブなんですか。日垣敦也くんお願いします。通称アツアツ。あのインクステレビでヒラメのでっかいの、マゴチのでっかいのっつってやっちまったぜっていう動画がアップされてるけど、あのアツアツくんです。お願いします。1年ぶりぐらいじゃないか一緒に釣り行くの。そうですね。ねえ、うん、この車に乗って一緒に行ったのが去年の5月だった。あ、やっぱり本当に1年ぐらいなんだ。ね、ということでね、はい、今日はアツアツくんとあとオフィシャルスタッフのツンくん、うん、ウォンカ翼ツンくんと合流して、地元山口県で、ツンくんの地元山口県で俺も地元山口県なんで。あ、そうなんだ。そうなんだ。まあ何か釣ろうかなと。そうっす、うん、ということでね、広島から一応山口のまだ走るので、ドライビング自体が1時間ちょっとぐらいかな、ね、そうっすね、うん、道中しゃべくりながら。わあ、すげえ。うん、ところで、あつくんいい釣りしてるじゃん最近ずっと。そうっすね。へえ、おかげさまで。おおかげさまで。どのジャンルでも結構好結果残してるよね。そうっすね。まあ広く浅くなんですけど。広く浅くなんですけど。いや、もうなかなかね、例えばキジアトのランカーってそうそう出るもんでもないし、あとアツくんの調価で言うと結構俺真面目にびっくりしたのが、はい、岸からメーター近いのサワラ釣ってたじゃん、はい、あれはちょっとびっくりっていうか、あれは見事だなと。そうですね。あれどれくらいあったの最後。あれは93とか2とか。ああ、メートルはいかなかったんですね。そうですね。でも立派立派。いや、それはね、堤防からサワラが釣れるようなエリアも地域もあるよ、はい、全国には。そうですね。なくはない。だけど、山口で、はい、山口でね、あの、岸から投げてサワラ釣ってるって、はい、多分いないじゃない、ほとんど。そうっす。大変なんですよね。いや、結構大変だろう。年に1本出たら嬉しいかなぐらいの。ああ、あれはね、本当素直に俺はびっくりしたし、やったなってくんと思ったよ。あれは素晴らしい。あれもまた嬉しいこと、謎軸で釣ってくれてたじゃん。そうっすね。うん、朝まずめに、朝まずめに競争ただの木で、あのね、17、8以降とか、はい、20代から釣りを始めた人って傾向として多いのは、あの固定観念にはまりやすい。でも小学生の頃にお父さんと一緒に釣り行って味わった経験って固定観念にはなりにくいんです、すごく。あの子供の頃って素直だから理屈言わないじゃん。そうですね。そうすると自然に触れて、その自然の何かみたいなものを掴み取るんだよね。抵抗なく、はい、うん、もう感じたままに全部。そうそう、感じたままやるでしょ、はい、だからね、やっぱ小学生の頃から釣りをするってものすごく大事で。ああ、確かに、うん、本当にそうよね。まあね、釣り業界の超有名な人たちも聞いてみると、はい、大体小1とかでもうやってたりするよね。まあ、俺なんかもそうだけど、小学校1年生で釣り針作ってた。すごいっすね。まあ、隣のじいちゃんが漁師だったんで、あ、全部教えてくれたんですね。お父さんと何釣りしてたの？まあ、サビキとか、まあ、まあ、投げ釣りなんですけど。サビキと投げ釣り。投げ釣りって、はい、いわゆる普通のサーフキャスティング、投げ釣り。あ、堤防から、堤防からね、5回つけて、カレーとか。あ、まあ、カレーが釣れたの見たときは、こんな大きい魚がおるんや、みたいな。カレーは、ね、ね、うん、
で、さらにそこからその釣りに何回か行った時に泳がせでそのブリ釣っとる人を見て、おう、こんなのがおるみたいな衝撃受けてから、うん、その岩国でそのルアーで青物を釣る、うん、みたいなことをなんか検索したんですよ、確か。いくつくらいの時に、確かそれが小学校高学年ぐらいの時で、ちょっと待ってよ、小学生で、はい、地元の人がブリ釣ってんのを見て、そうっすね、これはすげえってんで検索したの、はい、そうですね、わあすごいな。でその時に拡散をしたんですよ俺は、ま、え、小学生、それきっかけで拡散したんですよ。へえ。で岩国沖のそのブリとか、まあ、サワラがすごいみたいな。ああ当時めちゃくちゃ釣ってたからね、俺一人で、ね、で、誰が考えたんか、角田組、おー、何その人みたいな、それを知ってくれてんの、はい、でも世の中でサワラとかブレードジギングをやってる人、俺のこと知らないよね。そうですね、最近の人たちはこの人なんやみたいな。何年前だ、小学生の頃って、ざっくり、ざっくり10年いく、いや10年以上、じゃあ本当にあれだね、あのブレードジグでサワラを釣る初期の頃から俺を見てたの。はい。で、それきっかけで拡散を知って、で、アングリングソルトを生み出して、うん。で、ルアーを始めたみたいな。あ、そうなのか。そうですね。まあお父さんが教えてくれたとか、先輩とか友達かと思った俺。ルアーきっかけは、本当にそこなんですよ。あ、ちょっとゾクッとしたよ。マジか。そうなんですよ。そりゃ嬉しいね。もうアングリングソルトなんかもう、マジで原点ですよ。原点で、バイブルで。そうですね。教科書で。まあ、あの、アングリングソルトって、ライトゲームでおかっぱり主体のね。そうですね。うん、雑誌なんで、すごく取り組みやすいよね。ですね。で、ルアーを、まず手を染めたのが、小学生の時から、はい、で、中学校ですね。さすがにね。そうですね。そこから道具をやっと親に買ってもらったのが中学生なんですよ。うんうん。で、青物を狙い始めて、青物から入ったんですよ。とりあえず。いきなり。何か、一つ道具を買ってあげるって言われたときに、うん、まあ、まず思いついたのが、その、青物釣りたいな、みたいな。はいはい。で、ショアジギング始めて、中学生にしてショアジギング。そうなんです。で、中学校自体は釣れず、あ、釣れず。釣り上げれず、うん。で、ようやく釣ったのが高校1年生だったかな。わ、感動したろう。そうですね。あれは忘れんすね。ハマチ？あ、ハマチなんですけど、結構でかくて、うん、80センチぐらいあったんですよ。あ、それはブリだよ。そうっす。もうブリと言っていいよ。わあ、すごいな。最初の一匹が80番。そうなんですよ。そりゃ、膝が笑ったんじゃない？やばかったっすね。もう呼吸込んだな。本当にあれは忘れられないっすね。いやー、そりゃすごいし、楽しい話だな。中1、2ぐらいで始めて、道具買ってもらって青物でやって、高1の時釣れた。うわ、そりゃもう脳みそやられて、もう一生釣りするな、君は。そうですね。完全に中毒者っすね。中毒だって。それからどんな感じ、ルアーの方が。それから、やっぱ、高校とかになったら、その移動範囲広がるじゃないですか、その人間としての、うんうん、そうね、だからいろんなポイントに行くようになって、うん、でそこでやっぱいろんな釣り見るじゃないですか、うん、いろいろいろんな人の青物、ね、青物以外も、うん、でなんか楽しそうだなーってなる。そうですね。何に手出したの？で、あ、まあそれもそのなんかちょっと話があるんですけど、うん、まあ、普通にまあいろんな人の釣りを見て、で、あ、やりたいなーっていうのはあったけど、うん、まあ、お金ないじゃないですか。あ、まだね。お金ないから、まあ、高校自体は、その、青物ばっかやってたんですよ。うん、その、道具買えないから。うん、で、青物やりおった時に、その、キジハタが釣れたんですよ。たまたま？たまたまキジハタが釣れて、うん、
そのボトムでたまたま釣れて、ジグ落として、そうそうそう、で、キジハタおるんやみたいになって、うん、で、ジグで釣れるんやって、そうですね。うん、で、その時もすでにそのインクスレーベルがもうできてて、おお、なるほど。で、そのツイッターとか見よったんですよ。うん。なんですけど、青物狙ってて、アコを釣れて、うん、じゃあちょっとアコの釣り方勉強しようってなって、うん、そのインクスのスタッフの人たちを見出して、うん、もうすげえやんみたいな。うん、ツン君がまだね、ちょっと一種天才的なアンガーさんで ね、山口県の関門海峡の近くでよく釣るよね。ですね。あそこはホームグラウンドなんだけど。関門の堤防って誰でも行けるじゃん。で、実際いろんな釣り人いるじゃん。はい、そうですね。で、誰もでっかいキジハタやでっかいマダイやでっかいメバル釣れてない。ツン君一人ずつ。そうですね。それすごくだな。関門のでかい魚、あの人が全部持っていきようですか。全部持っていくんじゃない。全部持っていきようです。わ、この人すげえみたいになって、うん、そっからもう学校に。なるほど。中です。インター降りました。一般道に入りました。めったに山口広島で釣りしないもんね、俺ね。ああ、そうですね。久しぶりで。左方向です。今日行くところもね、散々通った場所だけど、プライベートで釣り、まあロケでも釣りに行くことほぼないもん。賀来さんの釣りを見て、うわ楽しそうって来る人が増えたから。あ、うん、いや、あの広島県内でもそうだよ。あ、うん、今最近始めた人は知らないだろうけど。やっぱり今でいう飛島、あ、飛島って言われてなかった頃からあの辺でメバリングやってる人はね、やっぱりアングリングソルト見たり、はい、うん、当時のブログがね、あのブログで俺が一体どこで釣ったのかを一生懸命探ってさ、うん、じゃあやっぱりね、本気で業界と関わってプロの立場でやっていくと、基本的に地元でどん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 釣りがやりにくくなる。あ、なるほどね。で、何より一番ショックなのが、はい、例えば僕がフラグでメバルをボコボコに釣りまくってるビデオとか DVD とかあるわけだ、はい、本当何言われたと思う当時。広島だからねって言われるのよ。あれがね、ちょっと残念でさ、もや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 して、日本中メバルはメバルだよってとこ行っても、はい、っていうのを実証をやっぱりすべき立場に立っちゃったので、はい、そうすると全国でやっぱ釣ってみせなきゃいけないのよ、はい、だからとなるとほとんど地元で釣るタイミングってなくなっちゃった、はい、どんどん少なくなるんだよね、はいはいはい。まあそれにしても東北じゃプラグでメバルは釣れませんって言われて、東北行ってメバルプラグでポコポコ釣ったりね、やっぱりやってみせる必要があるので、だからね、本当こうやって今回みたいにね、アツ君とかツン君がボスやりましょうって言ってくれない限り、なかなかね、自分の方からこの地元で釣りをするっていうのはね、なんか難しいっていうか、タイミング取れないね。なるほどね。嫌なわけじゃないんだけど、はい、よっぽど。ね、今からね、仕出し弁当を受け取りに行くんです。これなんかハマってるよな。去年買ったよな、美味しい弁当だったよね。豪華なやつですよね。豪華なやつ。でもあの時誰かが言ったよね、肉食いていいみたいな。ということで今日はね、ステーキ弁当仕出し。出た。うん。ステーキ。めちゃくちゃ美味しいよ。あれも楽しみだよね。